に破らせて、本日この試合でベンチに入っております両チームの各選手をご紹介いたします。阪神タイガースピッチャーは14番の能見、17番岩貞、22番藤川、27番尾中、43番森谷、52番ジョンソン、64番桑原、69番島本、98番ドリス、以上9名。キャッチャーは12番坂本、39番長坂、44番梅野、以上3名。内野手は00上本、0木南、1番鳥谷、2番北条、3番大山、33番糸原、62番上田、99番ナバーロ、以上8名。外野手は5番近本、7番糸井、8番福留、25番江越、60番中谷、以上5名、計25名。代わって広島東洋カープピッチャーは14番大瀬良、21番中崎、26番中田、28番床田、30番市岡、43番島内、58番レグナルト、59番菊池康則、97番フランスは、以上9名。キャッチャーは27番相澤、31番石原、61番坂倉、以上3名。内野手は00曽根、0上本、2番田中、4番国語、6番阿部、7番堂林、33番菊池、63番西川、以上8名。